やーほ、皆さん、こんにちは。ジロです。失礼します、失礼します。今日は、前回の動画めちゃくちゃ気になって、皆さんのね、コメントを読んでたらね、前、例の進化すべきではなかったザル、サル、サルの動画。前のね、電車の中で広島と長崎にまたね、原爆落とすぞっていう、脅してたやつな。あんなやつの、なんか攻撃されたって言って、で、それ気になるなと思って、日本だったらどんな風に攻撃されるのかなって。だって日本は普通に平和でしょ。まあ言ったら海外と比べたら全然、そういう、なんだろうね、そこまでならないっていうかね。そう、だからどういう、どんな感じなんかなと思って、逆に普通になんか他の外国人に攻撃されたのか、日本人に攻撃されたのかとか、それ気になるなと思って。で、皆さんのコメントでなんか殴られたわとか蹴られたとかって書いてたし、なんかやっと出ていたとかっていろいろあったんだけど、とりあえずこれは見つけたなと思って、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。まあ全然見てないから、ほんまにどんな感じなんかもう全くほんまに想像つかんけど、とりあえず、はい、ちょっと見ていきましょう。あの人ほんまにな、腹立つな。だから入国管理局と大使館お願いします。だってアメリカの大使館とかさ、アメリカにどんな人が入るのかってめちゃくちゃ厳しいのに、逆に自分の人たちが他の国とかにちょっと気にしてくれよって思いません？はあ、やれやれ。とりあえず、はい、いきますよ。They shot the president with a potato gun. What? Nothing, nothing. What? And I'm saying nothing. What? Nothing, bro. I don't say nothing. No, we good. 逃げてる。逃げてるな。ありがとう。めっちゃ逃げてるな、ほんまに腰抜け。いや別に喧嘩しろって言ってないよ、ジノは。ただこういうなんか言われる時に逃げるのが都合良すぎん？ちじ、手出してないよ。冗談だと言ってんだよな。No, I will call peace. Okay, so we have a peace or what? Yeah, peace. Peace, and then let's do peace. So, I want your reason. Why? Somebody, sure. Okay, somebody give me your money. No. Somebody give me money, and I said, say it. No. So I said on the train. You say it? Yeah. Can somebody give me money? Somebody? You know, donation. So who? Somebody on YouTube and Twitch? YouTube comment? Yeah, YouTube comment, give me money. No. They say it. No. You understand? Understood, but it's not good. It's not good. So what do you want me to do? Yeah. You want me to say sorry? Oh, the police is coming. Yeah. You call police or me? Yeah. Really? You shoot me.
You take a shot. I can record it. It's my face. Yeah. It's my face. Yeah. Hi. Oh sh. Ha. なんでそこで終わりの動画。うわ。警察に何言われたか聞きたい。ああ腹立つ。ああはい。オッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとストップ。なんなのこいつ、めっちゃ腹立つんだけど。なんか、あの、あれ、バイクに乗ってたおっちゃんが、その何、まずその龍が聞きたいって言ってたんだよね。そのなんで、ま、前のね、一緒に見た動画なんか電車の中で、あの、また現場こつぞって、その、なぜそれ言ったのかって龍聞きたい。その龍聞かせろって言って、で、こいつが、その、あのライブの時とかに、ね、スーパーチャーとかあるじゃないですか皆さん。そのスーパーチャー、あの、まあ、そういうね投げ銭もらって、でそれもらったからそれを言ったと、そのなんかお願いっていうか、そのなこれ言えとかって言ってたんだけど、それで言ったよって。でその後でどうしろって言うのとかって言ってたのに、スミッチが腹立ったんだよな。なんかあの自分もさ、その YouTube でライブするじゃないですか皆さんと一緒に、毎週の土曜日の夜8時半でだいたい遅れてるんだけど、すいません。でも今はニューヨークにいるから時差で変わるんだよね、時間が。まあでもそれがどうでもいい。皆さんに投げ銭とか、まあ、スーパーチャーとかもらうじゃないですか。そういう時に、まあなんかコメントで来るじゃない。あの正直言うけどさ、そのスーパーチャーはもちろんありがたいよ。でも内容によってやるかやらないのかまた自分次第じゃないの。でそれで人間性がわかるじゃない。だから例えばさ、皆さんとかにいくらでもあの100万とかもらったとしてもさ、その例えば同じようなお願い、例えばあのメキシコでなんか誰か殺された時に、なんかあの殺されてよかったわとかって言えとかって言われても言わないよ。逆にあの100万ありがとうございましたってで終わるで。ほんまに私が普通に横取りする、絶対やらへん。だから逆にこの人はただただのアホじゃないの。すごいな、ここまで人間がアホだっていうことがもう逆に改めて分かって怖っと思った。ほんまにこういうような人たちが普通に外で歩いてるって恐ろしすぎる、怖い。でまあそれはそれのと、あと普通に嘘ついてたね、この人。だってあの警察呼んで、あの 手出してたのお前だろって言ってたの、この黒人が。あの日本人に対して手出してないやん。で動画あるわとかって、まあそれ言ったら証拠あるんだけど、全然手出してないやん。だから逆にこっちが嘘ついてるやん。で警察にも嘘つくことになるやん。そっちの方が重罪じゃないの、怖っ。皆さんあれ、ほんまにこいつはもう追い出されたのかな、追い出されてほしい。なんかおかしいじゃない、そのお金もらったからやるわとかってそういうんじゃないし、まあな、自分でわかるはずなんだけど、まあこの人は多分脳溝がおそらく残ってないから、思いません？そういう、なんだろう、そんな簡単に人の気持ちと、そのなんだろうね、傷ついたところにそのまま指突っ込んでいくような行為がほんまにやめてほしいな、嫌やな。いやー嫌だな本当に。ジナやったらな、そんな冷静に聞けるのかなって逆に思う。この今回のバイクの人と同じように普通に冷静に聞けるのかな、絶対冷静になれないな自分が、本当に腹立つ。でもまあ警察はね来てくれたんだけど、結局何もなってないんでしょ、あのお互いにっていうか、そのまあ喧嘩してないし証拠が残ってないし、だからおそらく警察も動かなかったでしょ。だからそこが一番腹立つんだよね、こいつの思う通りになるっていうのがね。その言ってたみたいに、その何どうしろっていうのを、なんか謝ってほしいのかとか、謝るわとかって言ってんだけど、絶対謝る気ないし、あの結局警察来たところで結局何もされないからどうでもやろうみたいな、何様のつもりって聞きたいとこやねんな。いやー本当にね、あの大使館、アメリカの大使館
自分のもの、自分の人たちをさ、他の国に送るときにまた違う国でさ、いらんことしてる場合、もうちゃんと対応してくれ。思いません？意味がわからん。うん。で、日本の入国管理局さんもね、こういうような人が入ってくる場合、また二度と入れないようになんかできないのかな、ちゃんと仕事をね。頼みます。はい。ありがとうございます。はい。ということで皆さん、とりあえず、皆さんの言葉をちょっと信じて、こういうようなクズが日本から出ていってることを、はい、願っています。はい。ということで、はい。また、違う動画見ましょう。そう、こういうやつが、いらんな。うん。はい。また、違う動画、今ね、ジラノ学校の友達、はい、と一緒にまたちょっと明るい動画一緒に見ていきたいなと思いますので、また、今週もぜひ遊びに来てください。またいろんなね、国籍の方の意見。はい、もちろんこういう動画じゃないんだよな。普通に、日本の面白い動画とかまた見ていきたいと思いますので、よかったら遊びに来てください。ではまたね、皆さん。バイバイ、またおすすめ待ってます。